どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、このウクレレで、いろんなリズム、ストロークとかリズムとかいろんな弾き方で、このガズレレをいっぱいご紹介してるんですけど、どんなストローク、どんな弾き方があるか、ちょっとここでね、もう勢揃いしてオンパレードでいろんな弾き方で楽しんじゃおうという動画を今日やってみようと思います。さあ皆さん今日初めて見た方いるかもしれない。ウクレレで音楽を私もやってみたいな、いいなと思った方、すぐできますからやってください。ここリンクありますからね、気軽に始めよう。はい、いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。はい、それでは今日のリズムのストロークの今日は専門の動画でやってみようと思うんですけど、日々ねガズレレ YouTube でこういろんな動画アップロードして、これはこの弾き方が似合いますよ、こう提案してこうデモ演奏してるんですけど、皆さんあのね、この今話題のこの赤い音とか黄色とか、これでみんないろんな曲弾いてると思うけど、これね、これを知らないと相当もったいないですよ。それではまずね、ガズレレではどんな弾き方を皆さんにご紹介してるか、これ私も書き出してみてびっくりしたんですけど、山盛りでした。いいですか、言ってきますよ。アルペジオ、ガズペジオ、3連のアルペジオ、16ビートのアルペジオ、8ビート、8ビートのチャ、レトロビート、疾走ビート、スカビート、ルンルンビート、ロカビリービート、シンコペーション、16ビート、16ビートのチャ、3連の16ビート、あとダウンビート、あとカッティング、あとダウンピッキングっていうのもあるな。あとレゲエビートとかっこいいレゲエビート。こんな風にあるんです。結構山盛りじゃん。これをですね、1個の曲でいろんな風に試してみるのを私はおすすめしたいんです。1個の曲でいろいろ試します。あいみょんのマリーゴールドのサビのところをちょっとね、いろんな弾き方で今ちょっと試しにやってみようと思います。今日はね、結構長丁場ですからね。で、ちょっと今ね、こんな感じで弾き方で変わるのかってことを今、例を示したいと思います。じゃあやってみましょう。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに。どう？アルペジオでやると、なんかこうソフトで柔らかい。こんな感じでしょ。で、3連とかにもリズムアレンジをしちゃうと、3連のアルペジオという弾き方も使います。こうなります。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドなんかこうスイングしてる感じ。これもまたガラッと変わるでしょ。3連にしちゃう。アレンジしちゃうわけです。いろんな弾き方で試す。じゃあ8ビート定番の。麦わらの。8ビートちゃうね。あまりに。こんなのはもうね、定番でやっぱりかっこいいです。はい、その次16ビートだと。麦わらの。帽子の君が揺れたマリーゴールドに。安定のかっこよさ。この辺はいつも定番なんですけど、ちょっと今日変わったのをちょっとやってみると、スカビート。ワン、ツー。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに出るとか、疾走ビート。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに。すごい疾走感でしょ。こういう風に表現が変わっていく。次、ルンルンビート。麦わらの帽子の君が揺れたまり。ほら、ずいぶん変わっちゃう。こういう風に弾き方でどんどん、もうちょっと面白いからもっとやってみようか。次ね、3連の16ビート。これ難しいよ。麦わらの帽子の君が揺れたまり。まただいぶ違う。タカタ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 タンタン。3連の収録ビート。すごいな。めちゃくちゃあるんですよ。かっこいいレゲエビート。麦わらの帽子の君に揺れたマリーゴールドに。で、歌い方もちょっと影響受けちゃってる。16ビートのアルペジオ。の帽子の君。こんな感じ。あとはダウンピッキングといって、ダウンピッキング。帽子の君。これ最近よく出てくるよ、これ。ありますね、いろいろ。あとはダウンビートっていうのがあるんですよ。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに。スタスタスタパ。こんなのも出てきましたね。あとはカッティングだね。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに。これ16ビート。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに。16
16ビートのカッティングなんかもできるかな。とにかくこんな感じでですね、もうガズレレではこのリズム、すべて今バーッと出してるけど、すべて動画で解説をしてます。ということで、ね、この弾き方ね、いろいろあると、やっぱいろんな表情がね、今のあいみょんのこのマリーゴールドも全然違うムードになったでしょ。これを皆さん体験してもらいたい。で、もうさっきザーッと言ったこの今出てるリズムなんですけど、これをですね、やっぱりいろいろ知っとくといろんな引き出しが増えるわけじゃないですか。だから皆さん今ね、こういう、この曲、この本とかでいろんな曲取り組んでると思うけど、あ、これ、この曲は8ビートでしょ、この曲私できたわ、ではなくて、その曲を今度は疾走ビートでやってみようとか、レトロビートでやってみようとか、ロカビリビートでノリノリでやってみようとか、これは16ビートの曲だけど、アルペジオでちょっと優しくやってみようかなとか、そういう風に音楽って楽しむんですよ。いろんな、ね、メロディーとかさ、コードもそうだけど、リズムもさ、一個の感情表現ですから。だってアルペジオでやる曲とさ、疾走ビートの曲とはもうまるで違うムードになるわけじゃない。あとリズムのね、アレンジを、三連のアレンジをしてしまうっていうのも全然 OK だと思うし、それをやるためにはやっぱり引き出しをいっぱい知っといた方がいいかなということで、私はです、ここね、リズムの弾き方、いつも YouTube でも言ってるけど、リンク貼っとくんですけど、いろんな弾き方を動画で解説してます。今日はね、それをですね、まあ、一個、面白ゲーム、脳トレ要素としてもですけど、踊るポンポコリンで、すべてのリズムをこう、なんか、ね、メドレーでどんどん次々やっていくというふうに、そういう、まあ、ちょっとなんかリズムをご紹介すると同時に、皆さんこれ一緒にやってみたら、ものすごくこう、脳トレの面白いゲーム感覚で取り組めるかなと思って、その中でこのリズムいいなと思ったら、そのさっきのね、リンク貼ったところから深めて、いろんな曲でそのリズムで応用してみる。自分が今までやってきたとは違うリズムでやってみる。これぜひ体感してください。それで、ね、今からその踊るポンポコリン、ガズレレ流、いろんなリズム、なんつうの、いろんなリズムをこう、次々とこう、繋いでいく。メドレー、リズムメドレーかな、そんなのをお届けしたいと思います。テロップ出しながらね、その弾き方も出していくんで、これで、ね、ちょっとやってみてください。で、いいなと思ったらね、深めていきましょう。それでは踊るポンポコリンガズレレ、いろんなリズムメドレーバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。デン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 、なんでもかんでも君が踊りを踊っている。G7 G7 イエーイ。
いろんなリズムでやってみました。せーの。はい、これですね、相当面白いんですけど、あのね、あの3連のアルペジオのところではいきなりリズム変わったり、疾走ビートからルンルンビートとか、もうノリがガラッと変わるし、あえてちょっとやってみたんですけど、こういう風にね、1個の曲でいろいろ展開させていくっていうのも、まあこれ1個のね、この、練習としてやってもらうのもいいんですけど、皆さんが今取り組んでる曲で、いろいろなリズムをこう、使っていくっていうのね、これ、ほんと、今までになかった音楽の楽しみ方だと思います。やっぱ基本的に音楽ってやっぱ元のね、元はあるけど、元の曲のイメージっていうのもあるけど、そこからまた次のクリエーションっていうのはもう自由ですから、もう本当にこの弾き方弾かしたらどうなるのかなっていうのを試すっていうのも面白いと思います。なんかだからこの世界観をガラッと変える。例えば一人の、例えば人間がいたとして、その服を着せるだけでなんかイメージが変わるみたいなのもちょっと近いかなと思います。このリズムをいろんな引き出し持ってるとですね、やっぱり、いろんな表情をね、自分で出してて感情表現の一個ですから。はい。こんな感じでガズレレでは、この、今出してるこのリズム、一応レッスン動画がありますからね、皆さん。いろいろちょっとこう、深めていきましょう。で、一応ダメ押しで、さっきも言ったんですけど、今出てきたリズムの解説を、ここにリンク貼っておきますけど、このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、今の弾き方、ダーッとレッスン動画並んでますんで、いろんなリズムで自分がこれやってみたいなと思うので、深めていってください。そうしたらさ、今自分もできるよっていう曲の表情も、やっぱりいろいろ出せるわけですから。音楽はやっぱそうやって掘り下げていく。いろんな曲ね、曲数が増える。これ100曲入ってますけど、こういう曲バーッと増やすのもいいけど、やっぱ1曲を深めるっていう面白さも、やっぱり味わってほしいなと思います。で、ガズクラブ。今、この、クラブ会費660円で、まあ、最新楽譜が5曲手に入るっていうガズクラブでも、1個新しいプログラムが始まってて、もうね、覚えようよ、曲をと。で、覚えるためのいろんなこう取り組みがこれから始まろうとします。ガズクラブなら、クラブ活動。こっちも面白いんで、5曲のダウンロードだけじゃなくて、クラブ活動としても面白い。オンライン、次回のオンライン限定、ライブもありますんで、ぜひ皆さんご検討ください。あとね、他にいろんなことやってる、このキャップだとか、このウクレレストラップ、T シャツとかグッズとか、あとアプリもあったり、もう山盛りであります。ガズレレ .com でいろんなものチェックしてください。そして、やっぱり毎日ちょっとでも5分でも、やっぱ音楽がある豊かな時間、音楽ができる時間ってめちゃくちゃ豊かですから、それをね、やっぱ感じ取って、やっぱ音楽っていう感情表現です。楽しんでいきましょう。はい。今日は見てくださってありがとうございます。このね、YouTube、ガズレレ中面白いなと思ったらチャンネルにいいねだとか、このチャンネル登録なんかもぜひよろしくお願いします。楽しかったらね、やっぱこれガズレレ YouTube ご活用いただいて、周りの方にやっぱ広めてもらうのも結構一個の面白みだと思いますよ。それでは皆さん、楽しい毎日に音楽を入れていきましょう。ありがとうございます。さよなら。